中国がアメリカの農産品の購入を一時停止したことについてアメリカ最大の農業団体である全米農業連盟の会長は声明ですでに苦境に陥っている数千の農家や牧場経営者にとって打撃だと訴えました連盟によりますと去年、アメリカから中国に向けた農産品の輸出額は1年前と比べて50%以上減少しています 一方、トランプ大統領はツイッターで農家向けの支援を行う用意があることを表明しました。